また一つタイトルを手に入れた、ボートレース戸田の SG 第59回ボートレースクラシックは20日の第 12R で優勝戦が行われ、2号艇のブス島製40イコール群馬イコールが2コースから鋭く差し切り解消。大会4度目の優出で初制覇を果たした。SG 優勝は通算8度目、2着に平本正幸、3着には宮野原照樹が入り、 人気を担った一号艇の吉川元博は一マークで転覆して失格となった。悩み、苦しみながらも信念を貫いたブス島に勝利の女神が微笑んだ。今年の SG 第一弾の優勝戦を冷静な差しで解消。2020年11月のガマゴーリチャレンジカップ以来、3年3ヶ月ぶり8度目の SG 制覇を飾った。ただただ、ついていたなと、優勝戦メンバーで気力は劣勢だったし、 勝つとしたら、追い風ビュンビュン、かなと思っていた。12R の優勝戦はホーム追い風10メートル。強風の影響で他の5選手が1マークのターンに手間取る中で、2コースのブス島は両サイド、吉川、土屋、が前に見えていたけど、むしろいい展開になるかなと思って何が何でもターンマークを回ろうと思っていた、と集中力を高めて鋭く切り込み、一気に先頭へ踊り出た。 戸田は練習もさせてもらったことがある皆もだし、思い入れがあるので嬉しい、と関東地区で初の SG 制覇を飾って喜びもひとしおだ。SG 優勝は3年3ヶ月ぶりだが、SG 優出も22年12月の大村グランプリシリーズ以来と久々だった。自分にはもうチャンスがないのかなと思った、と考える時期もあったが、1月31日から30日間のフライング休みで、 かなりトレーニングを積んだ、と心身ともに鍛えて自分を見つめ直した。ボートレーサーは体が資本だし、気持ちの部分もしっかり切り替えてきたつもり。いろいろ変わってきた実感もありました。効果は適面で、休み明けとなった前節の産経スポーツ杯、気流、で11戦全勝の完全部位。そして今回の優勝へとつながった。この優勝で賞金ランクはトップに浮上した。 これからいろいろチャレンジできるし、気持ちはすごく楽になるかも、とアドバンテージを感じながらも、これからも一層一層、しっかりやれることをやるだけです、ときっぱり。1月8日に、不悪の40歳を迎えた群馬のエースは、悲願のグランプリ制覇を目指してこれからも、一戦必勝、の姿勢を貫いていく。